ジェンダーは多義的な概念であり、性別に関する社会的規範と精査を指す。精査とは、個人を性別カテゴリーによって分類し、統計的に集団として見た結果、集団間に認知された際を言う。ジェンダーの定義と用法は年代によって変化する。ジェンダーという概念は、性別に関して抑圧的な社会的事実を明らかにするとともに、ジェンダーをめぐる。 社会的相互作用をその概念自身を用いて分析するものである。生物学的性別に関しては性別を参照生物のオスとメスを示すジェンダーシンボル。それぞれ火星と金星を表す惑星記号に由来する。語源はラテン語ジーナスである。共通の語源を持つ言葉としてジーン、ジェニータル、フランス語、ジャンルなどがある。 生まれついての種類という意味から転じて性別のことを指すようになった。この生物学的性のイメージをもとにして20世紀初頭にはジェンダーはフランス語などにおける有性名詞の性による分類内し分類クラスを指す文法的な用語として用いられるようになっていた。英米語におけるジェンダーには以下のような用法がある。言語学における文法上の性のこと。 生物一般における生物学的性のこと。私有の別。医学、心理学、性科学の分野における性の自己意識、自己認知のこと。性同一性。社会科学の分野において生物学的性に対する社会的、文化的に形成された性のこと。男性性、女性性、男らしさ、女らしさ。社会学者のイヴァン・イリーチの用語で、 男女が相互に補完的分業をする本来的な人間関係のあり方。イリーチはその喪失を批判している。電子工学、電気工学の分野におけるコネクターのはめ合い形状の区別のこと。プラグとジャック、オスネジとメスネジなど。1950年代から1960年代にかけ、アメリカの心理学者、生科学者、ジョンマネー、ジョンマネー、精神科医。 ロバート・ストラーロバート・ストラーらは身体的な性別が非典型な状態の性分化疾患の研究においてその当事者に生物学的性別とは別個にある男性または女性としての自己意識、性別の同一性があり臨床上の必要から性の自己意識、自己認知との定義でジェンダーを用いた。1960年代後半から ジェンダーアイデンティティとも用いられたの定義で用いられており、後の社会学において定義される意味とは異なる。1970年代より一部の社会科学の分野において、ジェンダーは生物学的性よりもむしろ社会的性の意味で用いられるようになった。しかし1970年代の時点では、ジェンダーとセックスをどのような意味で用いるかについての合意は、 存在しなかった。例えば1974年版のマスキュラン、フェミニー・オア・ヒューマンというフェミニストの本においては、性徳的なジェンダーと学習された、セックスロールという現代とは逆の定義が見られている。しかし、同著の1978年の版では、この定義が逆転している。1980年までに大半のフェミニストは、ジェンダーは、社会、 文化的に形成された性を、セックスは、生物学的な性として使用するようになった。このように、社会科学の分野において、ジェンダーという用語が、社会、文化的性別のこととして用いられ始めたのは、比較的最近のことであることがわかる。現在、英語圏では、ジェンダーは、生物学的な性も、社会的な性も指す単語として用いられる。前者の場合、単に、 セックスの遠曲あるいは公的な表現として使用されていることになる。例えば、女子のスポーツ競技において、生まれつきの性別を確認するために染色体検査が行われることがあるが、これを指す用語として、英語では、ジェンダーベリフィケーションという用語を用いる。複数の英英、英和辞書において、ジェンダーは、第一に、言語学的性として、第二に、 古くから使われてきた生物学的性別として記述されている。それらに続き、社会科学の分野において用いられる、社会的、文化的役割としての性という意味のことして記述がなされることがある。言語学的性とは、例えば男性を代名詞で、非、女性を、地位と分けて表記するようなことである。生物学的性とは、ロングン現代英英辞典によれば、 ザ・ファクト・オブ・ビーイング・メール・ a l e o ー f e ーと説明され、メールは子供を産まない性、フィーメールは子供を産む性と定義される。また人以外の動物の死由を記述する場合にも用いられる。社会的文化的役割としての性とは、その性から想起される男らしさ、女らしさといった様々な特徴のことである。ジョーン・ダブリュー・スコットの著書、ジェンダーと歴史学によれば、 近年、欧米の社会学において、ジェンダーという用語は、ほとんどの場合、女性と同義で使用されている。日本において、ジェンダーという言葉が、社会的に認知されたのは1990年代で、ある。男女行動計画2000年プランでは、ジェンダーは、不平等を指摘し、それを是正する文脈で用いられるようになった。ジェンダーは、 ジェンダーフリーという表現に用いられることによって、性別二分法システム、性別カテゴリー自体の打破を視野に入れている。ジェンダーの用法の広がりとともに、ジェンダー概念についての確認と捉え直しが必要になってきている。第二次世界大戦の間、輸送機の部品を作るために、工場で労働する女性。社会と同様に、ジェンダーは絶えず変化する。また、 総力戦となった第二次世界大戦時の連合国及び数軸国では男性が徴兵され戦場に出向いている間女性が工場労働に従事することになりその後に労働力として社会参加することの大きなきっかけとなった歴史的には科学は男性が追求するものとして描かれており女性の参加には非常に大きな障害があった 19世紀に大学が女性の入学を許可した後であっても、依然として大部分の女性は、家政学、看護学、発達心理学などの特定の科学分野に降格させられた。また、女性はよく退屈な低賃金の仕事を割り当てられ、キャリアアップの機会を拒否されてきた。こうした行為は、女性は生まれつき、創造性、リーダーシップ、知性が必要な仕事よりも、集中。 忍耐、手先の器用さが必要な仕事により向いているというステレオタイプによって正当化されることが多かった。こうしたステレオタイプは現代には払拭されたが、例えば物理学などの権威あるハードサイエンスなどの分野では女性はいまだに過小評価されており高いランクのポジションを持てる可能性は低い。国連の持続可能な開発計画目標法などのグローバルイニシアティブは この状況の是正を試みている。科学における女性も参照オスとメスの症状ばえ D ・マラナガスター。メスは2本の X 染色体の存在により決定される。人間だけでなく動物、植物、昆虫などの性を表現するために用いる。成功との混同を避けるために生物学の分野では意識的に用いる必要があったからである。このため、欧米では 一般でもジェンダーは生と同義の言葉として遠極的に用いられるようになった。生物学者は研究対象が生物学的にオスであるかメスであるかを表現するためにジェンダーという用語を使う。スポーツ選手の生物学的な性別検査は英語でジェンダーベリフィケーションと呼ばれ人間の生物学的な男女の生み分けをジェンダーセレクションと呼ぶ。また、 昆虫の私有を判断し、より分けることを私有判別と呼ぶ。比較的多くの国家で男性に対してのみ、徴兵制が課されている。一方、男性同盟が戦争を起こすという言説を行い、ジェンダー理論が平和を作るとする言説がある。キリスト教世界人口の4割を占めるキリスト教では、神が男性であるというイメージが保持されている。かつては、神の使者たる天使も、 成人男性の姿でイメージされていたが、近世以降は赤子や女性のイメージで描かれることも多い。カトリックやオーソドックスでは、聖職者の特定の地位になることが男性にしか許されていない。プロテスタントでは、女性の教職者が認められている教派が多い。仏教大乗仏教では、仏陀は男性であるとの主張が、ホッケの一説の解釈から生じており女性は、 成仏しないが来世に男性として輪廻すれば、成仏する可能性があるとの考えが一部存在する。また、ホッケ行という経典において、ホッケ行の苦毒で、女性が根性で男性に変化して成仏する場面が説かれている。神座部仏教では、あくまで悟りを目的としており、成仏を目的としていない。経典で複数の女性が在家、出家を問わずに、 涅槃に到達しており仏が必ず男であるなどという大乗仏教の考えは、大乗仏教の異端性を示すものとして捉えられている。神道日本の神道では、明治以降は最高神が女性であるアマテラスとされている。また、国海は、お神、イザナギと、女神、イザナミの共同で行われている。同郷同郷では、影と火はそれぞれ女性と男性の属性であり、 女性は月に、男性は太陽に支配されていると考えられている。ジェンダーの平等は持続可能な開発のための2030アジェンダを構成する17のグローバル目標の一つであり、また、そのターゲット5、C においてジェンダー平等の促進が謳われている。ありがとうございます。